ご視聴ありがとうございます。アイロンシートを使って T シャツに好きな柄をプリントするやりやすい方法を紹介します。今回はスプラトゥーンのイカホワイトを作ってみます。材料、アイロンラバーシート A4 サイズを2枚。今回はバイオテックさんのアイロンシートを使いました。型紙、概要欄からダウンロードできるようにしておきますので、よければご利用ください。メンズの S サイズの T シャツに使うと、こんな感じにバランスがいい大きさにしてあります。お好みで拡大や縮小して使ってくださっても大丈夫です。T シャツ、アイロンできる綿やポリエステルの T シャツなら何でも大丈夫です。使う道具、鉛筆、カッター、ハサミ、定規、マスキングテープ、プラスチックスプーン、オーブンペーパー、アイロンです。作り方、1、型紙をなぞる。型紙の上を鉛筆でなぞります。背中側の図案は2つに分けています。この線は貼るときに合わせるための目印ですので、なぞらなくて大丈夫です。鉛筆の線がくっきり濃く映るようしっかりなぞってください。2. アイロンシートに転写。黒いシートだと画面上見づらいので、この工程だけ白いシートで説明します。アイロンシートはツルツルした透明シート側を下にして置きます。なぞった型紙を裏返して乗せ、ずれないようにマスキングテープで留めて、線の上をプラスチックスプーンでこすります。この縁の部分でこする感じ。そうするとこんな風に鉛筆で描いた線を写すことができます。時々確認しながら写して、写し終えたら型紙を外します。ちなみに黒いシートでも鉛筆の線はちゃんと見えますので、この方法で作れます。3、切り取る。カッターやハサミで線を切ります。カッターを使ってこんな感じに裏の透明なシートが残るようにカットすると、図案がバラバラにならなくて貼るときに楽です。カットしながらいらない部分を剥がしてしまいます。ちなみにこのバイオテックさんのアイロンシートは間違えて剥がしてしまっても貼り直せるので便利です。カッターが苦手なようでしたら、ハサミで切ってしまっても大丈夫です。
こういう細かい部分は頑張ってカッターで切ってください。T シャツに貼る。バラバラのシートは型紙に並べてマスキングテープで位置を固定します。アイロン作業は床の上に新聞紙を多めに重ねてやるのがおすすめです。 T シャツを広げてアイロンシートをバランスよく乗せ、マスキングテープで固定します。アイロンする温度や時間は使うアイロンシートの説明書きの通りに行います。今回使ったシートは低温で5秒、冷めてから剥がすタイプなので、アイロンを低温にセットして、乗せて体重をかけて5秒キープ。全体にまんべんなくアイロンでプレスします。アイロンは先端と広い面では温度差があったり、スチーム用の穴が開いていたりするタイプもあるので、熱と圧力がまんべんなく伝わるように、いろいろな角度からアイロンするのがポイントです。冷めたら透明シートを剥がします。角は剥がれやすいので慎重に剥がします。もし貼り付いていない場合はもう一度アイロンしてください。多少腫れていない部分があっても大丈夫です。透明シートを剥がしたらオーブンペーパーを乗せてもう一度アイロンで押さえます。腫れていなかった部分もこれでしっかり貼り付きます。後ろも同じように貼って完成です。このアイロンシートは短時間で貼り付けられるし、生地と一緒に伸び縮みしてくれるので、T シャツの着やすさを損なわないので気に入っています。もちろん、洗濯を繰り返しても全然大丈夫。概要欄にリンクを貼っておきますので、よければご利用ください。シートの色や
T シャツの色を変えれば同じ型紙でマスタード重ねやイカブラックも作れますよ。おまけ、このタグもつけたくて作ってみました。より本物っぽい感じになったと思います。タグの画像もダウンロードできるようにしておきますので、つけたい方はご利用ください。布プリに印刷すれば簡単に作れます。ちなみに私はサテンリボンに消化プリントしました。家のプリンターに消化インクをセットするだけで簡単に消化プリントができちゃうやり方を過去に紹介してますので、興味がある方は見てみてください。いかがでしたでしょうか。お役に立てましたらぜひ高評価をお願いします。スプラトゥーンが初期の頃から大好きで、 T シャツを今までにたくさん再現しました。スプラトゥーン3にも初期と同じ服が残っているのが嬉しいです。アイロニックレイヤードとかベクトルパターンとかアイロンシートで手軽に再現できるデザインが結構あるんですよね。今回のイカティもそうなのですが、アイロンシートの型紙はスプラトゥーンの画像をもとに私が書き起こしました。型紙が欲しいって人いるのかな。もし欲しい人がいらっしゃいましたらコメント欄に書いてください。希望が多ければ可能な限り公開しようかなと思います。チャンネル登録もしていただけるととってもとってもありがたいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。